1,2,3,000万笑えるんです。大将裏口からランナーウェイ。冒頭立花党首の端的な、参政党問題の動画、ちょっとこれご覧ください。どうぞ。これね、今後参政党で立候補を考えてくれてる人は覚えておいてください。特に経営者の皆さん、若くてある程度成功して経歴のある方、日本に結構いますよね。でもそういう方がなぜ立候補しないか、僕はいっぱいいろんな人に声方が知ってるんですよ。愛人がいるからです。そう、参政党 OK にします。愛人いることは OK なんですよね。で、そういうことに対しても文句言った人に対してこういう感じです。皆さん金返せっておっしゃるんで、もう金返しますよと、はい、別にお金集めするために賛成でやってるわけじゃないですから、はい、ということで、金返す、党員に金返すと言っておきながら昨日の夜こう言ってます。あので聞いてなかったら金返せ、死ぬかそんなもん。そうだ、返しませんよそんなの。訴訟されようが何されようが。というのが、まあ、賛成党ですので、愛人 OK とかわけわからんこと言ってですね、別に僕はうちの党もいいですよ、別に愛人 OK ですよ。ただ愛人 OK とかっていうのは党の規約に書いてない、党のね、いわゆる、まあ、秩序とか、まあ、名誉を傷つけるようなことしちゃいかんと書いてるわけで、一般的に愛人はいかんでしょと。で、そういったことで党に対して辞めるって人、除名の人にまあ、その人がお金返してくれって言ったらお金返すって言ってるのに、昨日の夜知るかそんなもん、金返すかって言ってるのがこの人です。ちょっと精神崩壊してるんじゃないですかね。以上です。賛成党ぶっ壊す。はい、まあこういう事態になっているわけですね。で、これですね、賛成党西東京市議会選挙、みんな見てましたね。五十嵐正雄落選、11票差でございました。これ業界に激震が走ったものでした。私も立花党首もその周りも含めて、まあ、さすがに通るだろうと思ってたんですね。まあ、いろいろ落選の運動みたいなものありましたけれども、それが本当に落選したというのが今回の状況でございました。連日の賛成党のランナウェイ映像に、想像以上に賛成党の票が減ったという状況でございました。神谷氏や五十嵐氏が逃げなければ当選していたと思います。たった11票ですから。まあまあ結果こういうことですね。このあたり、すいません、ちょっと作ったんですが、あ、永井秀和氏は圧勝でございました。ちょっと今日多いので、この辺はサクッと、飛ばさせていただきます。丸吉さんに作っていただきまして、ちょっとあんまり説明ができずに恐縮なんですけれども、見たい方はぜひこの線の数字は止めて見ていただいたらと思います。はい、で、今回の賛成党の西東京市議会選挙の、こちらのスライドは立花党首の解説のものでございますが、まあ党首、私もほぼ同じ考えですが、まあ、なんでこうなったかというと、まあ仮面が剥がれた、メッキが剥がれたよねと、著名人を無償で演説させるなどの、選挙違反、これまあ党首が今追及中でございますが、その他にも、中学生を 見殺しにしたり、西東京中学生見殺し事件などもございました。ご存じない方はちょっと過去動画も見ていただきたいですね。で、神谷氏は候補者を見捨ててランナウェイと、五十嵐候補は元アムウェイだというようなこともだんだんめくれてきました。参政党の隠蔽体質に対する、有権者の審判が下ったわけですね。説明しない政治家を国民は信用しないと、これは立花党首がホワイトボードにはっきり書いた言葉でございますが、私も本当にそう思います。質問を避けてランナウェイ、逃げ回って落選運動を勢いづかせる、ツイートを削除してさらに炎上、党員は神谷氏の奴隷、神谷氏の独裁、意見には除名。もうね、ごめんなさいね、ごめんなさいね。やってることはですね、池田大作とか大川隆法と一緒ですね。神谷さん、完全にカルト教団の運営です。私も最近いろいろ研究しておりますから、全く一緒ですよ。
で、6月に私、黒川が出した公開質問状から、ランナウェイした時点から参政党の崩壊が始まったと思います。それにより怪しいと思っていた、見ていた人々の意見が顕在化していきました。それによりメッキが加速度的に剥がれて今に至るわけでございます。もうランナウェイというのが定着化し、まあでももうこのまんま逃げ続けると本当に党なくなると思いますよ。